どうも山田です。はい、レシラムが実装された当日のただいま18時でございます。そうレイドですね。はい、あのレシラム今日の午前中ですね、あのもちろんやりました。なんですけれども、やっぱね平日ということで、そこまでいっぱいじゃないっていうね感じなんですけども、18時この時間だったらね、まあ、例えばお仕事の終わりとか、学校、まあ、何かしらの用事が終わった後の方々がですね、参加してくれるんじゃないかということで、全力でレシラムレイドやっていこうと思います。ということでですね、リモートレイドパスを今回もバシバシバシと使っていきましょう。はい、目指すは個体値 100% レシラム。はい、やっぱね今回ね来ているレシラムさん、もうあのバトルしてても分かると思うけどね、やっぱ強いのよ、火力がえぐいのよ。まあ、なのでやっぱね、ここはねちゃんと普通にアタッカーとしてね、使いたいなというふうに思ってはいる。ただね、まあ、これは僕だけじゃなくてね、いろんな方が危ない使ってる、思うと思うんですけど、レシラムさん結構その技にがね重いだよね。まあ、小気味よくこう、例えばレッグーザみたいにさ、まあ、激輪だから逃げ際だからバン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 打てるみたいな感じのねやつではないんだよね。一撃ドーンみたいな感じのタイプのポケモンなので、まあ、実際にね、使っていくときに使い勝手が悪いっていう可能性もあるんだけど、でも技って後で追加も来たりするから、まあ、だから結局高校代謝取っといた方がいいんだよね。はい、であとは雨、不思議な雨集めもそうだしね、レシラムの雨も欲しいからね、その辺のためにね、レシラムとにかく今日1位からやっていきましょう。はい、それでは1戦目のレシラムさん、君の技がね、流星群だと本当にめんどくさいから頼むから、言ったそばからこれね、タイルのディアルガぐらいなんですよ、ドラゴンで組んでると。さあディアルガさん、満タンのディアルガリレー、流星、どうだった今、入ってないぞ。あ、つか双方ともにダメージは入っていないんだが、どうした？重いなぁ。はい、あの後ですね、なんとか、再度入り直せて、バトル完了できました。で、今ゲットチャレンジなんですけども、残念ながらそのバトル画面がですね、ちょっと収録されませんでしたので、レシラムさんの、1回目のリベンジマッチはちょっと、お見せできないというね。悲しい感じでございますね。まあ、いいや、こいつのゲットチャレンジはもう置いといて、次のバトルに行きましょう。さあ、2戦目やっていこうか。いやー、ちょっとね、人がね、こういう重い状況になるとね、やっぱ減っちゃうんだよね。ただでさえさ、レイドアワーね、まあ、ちょっといろんなね、レイドに、いろんなジムに人が散っちゃうの、プラスで復帰できてない方がまだ僕、ツイッター見てると結構いらっしゃるので、これは、きちいなぁ。だから来週もまたレシラムのレイドアワーあるじゃないですか。には、ちょっとこれが改善されていると嬉しいです。ナイアティクさんお願いします。はい。まあ、今日できる範囲でね、レシラム、ちょっと高個体値とか、雨集めとかやっていこうね。はい、オッケー。撃破しました。レシラム、2、3台が見たいなぁ。CP 高いの見たい。2281。まあまあだね。まあまあ。うん、悪くないぐらいの感じの CP のやつが来ちゃったな。反応に困るな、これな。取っときたいな、一応な、これはな。はい。サクッと入ったらいいのに、君が、サクッと入ったらいいのにな。2戦目、3戦目にサクッといきたいな。一撃で、入る。素直な子。ありがとう、レシラム。よし、じゃあ、次行こうか。まず、じゃあ、素直なレシラムの個体値見とこっか。あー、なるほど。攻撃。まあ、性格良さそうだから、よしとしましょう。さてと、今入ったはいいけど、3名なんだよな。お、4名になった。よっしゃー。回線が重すぎな問題と、あと、そもそもレシラムの火力があるから、人数少ないと再突入とかでタイムロスありそうだな。全員入ってきてくれてるかな？今最終的に6人だったんで、いるね、数字6になってるね。オッケー、いいよ。そう、鋼タイプに歯を立てて、もう、キーワーもボロボロですよ、きっとこのレシラムもね。あー、これは惜しい。まあ、しゃあないね。さ、あ、もうこれ圧倒的ですよ。もう、こっちもね、だって激凛で2ゲージ技だからね。もう一発いけるかな、激凛は。打てそうだね。あ、打てた。オッケー。ただもう今これ5匹目か、レッグーザーが。そうすると、あ、ギリギリ再突入かな。なんかそんな気がしてきた。あ、いや、うわ、わかんな。ちょっとヘリ的、あ、いや、でもちょっと噛み砕くの方が早いか。どうだ、みんな流星群バンバン当てて。バンバン当てて。あ、おっと、これはどうなる？
はい。ウィンになりそうだけど、普通にこれ。あ、やっぱそうだ。うわぁ、GP チェックできなかったよ。なんだったんだろう。まあ、普通にゲットチャレンジに、確認しましょう。さあ、このレシラムさん CP いくつですかと。227、なんかその辺が多いな。参加人数3名か。4名になった。あ、ギリギリで4名になった。4名だったら、まあまあ、勝てたらいいな。さあ、参加人数は4名ですね。わかりました。4名で、かつ、周りにいる人らも、ドサイドンとか、レッグーザとか、なるほど。まあ、普通に火力のある奴らが出てきてくれてるので、なんとかなると思う。あ、すごい。正面にいるのはレッグーザ。黒レッグーザが2匹もいますね。いや、いいですね。もう、見せびらかしちゃうよね。うん、黒レクはね、わかるわかる。わかるわかるよ。君の気持ち。さあ、早く。サイド突入すぐ行くよ。はい。みんな待っててね。すぐ行くから、俺。はい。はい、はい。いけ！よしよしよし、向こう側にポケモンが見える。まだみんな諦めていない。レッグーザならすぐに撃てる激輪で。あっぶねー！間に合ったー！はぁ、ヒヤヒヤした。レッグーザさん CP いくつかな？引きー！ 2237 だと？お前、下手したらお前。大丈夫？最低5台じゃない？はい、ラスト20数分、成立することなく終わりました。レイドアワー、お疲れ様でした。複雑。今、ツイッターの方でね、ナイアンティックさんが公式にツイートしていました。まあ、正確にはもう結構30分ぐらい前かな。ナイアンティックヘルプ JP というツイッターアカウントで、つぶやいていたんですけども、そしてそれからもう30分ほど、経った状態ですね。はい、原因の、まあ、解決に向けて頑張ってくださってるのかな。後半の20数分間はまたちょっと重くて、そもそも僕は成立しませんでした。参加できない状態でしたね。で、結構その地域とかによっても違うのかなっていうような印象を今回ツイートで見かけました。最後までもずーっと1時間レイドアワーもできませんでしたっていう感じの方もいれば、ちょっとね、最初だけ落ちたけど、その後すぐに復旧したよって感じの方も、いらっしゃって、今回のね、ちょっとこれはまずいなと思ったのは、要はレイドパスを投げたけれども、結局その後、戻ってこれないと、バトルできないと。だからパス投げぞみたいな感じになっちゃってて、で、リモートレイドパスをね、まあその、リモートレイドパスって課金アイテムなんですよね。完全課金アイテム。普通のレイド、オレンジのレイドパスだったら無料だけれども、リモートレイドパスっていうのは1回目からも絶対にその、課金しなきゃいけないっていうのがあるので、今回は課金して、その、要は使えなかったっていう人は結構多いと思うんですよね。なので、そういった方はですね、まあ、これは、毎回その対応ね、なんか不具合とか、で、何かしらちょっとね、ゲームをプレイする上で、不利益を被ったぞっていう、なった時は、ゲーム内のね、お問い合わせですよね。そちらの方を皆様ぜひ活用した方がいいと思います。いつものモンスターボールマークを押して、設定とかがあるんですけど、これの下の方にですね、ヘルプを見るっていうのがあるんですよ。はい。そこのヘルプを見るで、お問い合わせっていうのが右側に出てくるんですよね。で、ここで、お問い合わせでメッセージを送れるので、ここで、今回の例えば不具合でレイドパスを消費したのにバトルできませんでしたみたいな、補填してほしいですみたいなやつを、お問い合わせをしてみた方がいいです。で、これをやった時に、まあ、なんか補填が来る時と来ないことって結構あったりするんですけども、まあ、一旦やった方がいいですね、これね。もしかしたらナイアンティックが今回の、なんか補填とかを正式に、ツイッターもしくはゲーム内で、言及したならば、まあ、そこで個別に言う必要もないかもしれないなっていうような感じなんですけども、例えばその消費した方にはもう一律で全員配布しますみたいなね。どうなるかな今回。コミュニティデイとかもね、昔ありましたよ。もうダンバルとか何もできねえみたいな。3時間コミュで何も動かないみたいな感じだったんで、なんか、懐かしいね。まあでもこの懐かしさをね、何回も味わいたいかと言われれば別になので、レシラムはね、またあと2回かな、レイドアワーがありますので、その時にはぜひ、今回のような、このちょっと、重い状態が来ないように僕は願っております。よろしくお願いします、ナイアンさん。お願いします。はい。まあ、レシラム自体はですね、別にはレイドアワー以外の時間でも出ているし、あと2回レイドアワーございます。まあ、後半に行くにつれてね、回線とかが改善されていったら嬉しいななんて思ってる私でございました。はい。それじゃあ今回はこれで終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また、私はまだ Twitter、Instagram やっております。よかったらフォローお願いします。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。